ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい。皆さんこんばんは。私たちゼロイチファミリアのメンバーが週替わりで一人喋りに挑戦する番組、ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい、奥ゆいです。ありがとうございます。ちょっといつもショールームをしてるんですけど、めちゃめちゃ緊張してますが、みんなのコメントに助けられながら頑張りたいと思います。はい、この番組ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいは、関西の MBS 毎日放送で放送中のゼロイチファミリアは褒められたいのスピンオフ番組で、ラジオトークでも褒められることを目指して、およそ45分のラジオ配信に一人で挑戦していきます。今週は私、奥ゆいが挑戦したいと思います。皆さんに褒められるように頑張ります。はい。はい、いっぱいコメントありがとうございます。嬉しい。はい、まずは最初に自己紹介をさせてください。はい、ニーニの黄色担当、奥ゆいです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう。はい、ニーニは9月18日からは、私がずっと目標にしていた全国ツアーがスタートして、私も人生初めての熊本からスタートするんですけど、皆さんぜひ全国ツアーも来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。ここでちょっと自己紹介なんですけど、スタッフさんが何個かね質問を用意してくれたので、それに答えていきたいと思います。はい。まず、ツアー初日の熊本に行くのは人生初ですが、個人的に行ってみたい都道府県はありますか？いっぱいあるんですけど、私はね、最近ですね、鳥取県に行きたいです。はい、ちょっと鳥取は砂漠があるんですよね。あるんですよね、皆さん。そうで、行ってみたいのもあるので、鳥取に行きたいのと、あとは行ったことはあるんですけど、また北海道に行って旅行したりとか、もちろんライブでも行きたいので。そう、みんななんか鳥取とか北海道とかのおすすめのスポットとか食べ物とかあったら教えてください。あ、砂漠じゃなくて砂丘って言われちゃった。ごめんなさい、砂丘です。はい。でもいろいろ行きたいです。次、2問目。3月まで大学生だったんですけど、どんな学生生活でしたか？また夏休みの宿題はすぐに終わらせるタイプでしたか？わー、ちょっとビビッとくる質問。でも私、大学生は普通に学校に通っていましたが、夏休みの宿題はね、私はね、小学校とか中学生まではすぐ終わらせてたんですけど、もう高校大学はギリギリで駆け込みでやってました。みんなは？みんな夏休みの宿題踏み倒す。奥ゆいギリギリ宿題やってたのか？やってますよ。やってないとも思われてそう。一応やってる。そう、そんな感じでした。あ、またスタッフさんから、大学生活は授業サボらなかった。だって、そんな、いや、ちょっとぶっちゃけていいですか？意外だと思うんですけど、サボったことあります。すいません、ここで謝らせてください。教授すいませんでした。はい、そんな感じでした。そう、サボったことあるよね。あるよね、誰しも。知ってたとか言われてる。もう、はい。そして第3の質問、第3の質問、アイドル活動、アイドルになることは想像もしてなかったそうですが、小さい頃の夢は？高校生の時の夢は？そして初めてのステージ覚えてますか？だって、私はね、
アイドルね、そうみんな知ってる人もいると思うんですけど、まあずっと大学生とか学生をしててアイドルになるのは想像もしてなかったので、小さい頃とかは私はお花屋さんとコックさんとあとはセーラームーンといっぱい夢がありましたそうコックさんなりたかったんです。お花屋さん、コックさん、あとケーキ屋さんも書いたことあるかな、卒園アルバムに。そう可愛くない？似合う？似合う？そうなんかこの前私ゼロイチバイトの連載で引っ越し屋さんのバイトをね撮影をしたんですけど、そうなんかこうやっていっぱいアイドルになってこういういろんなお仕事を体験できるのがめっちゃね楽しい楽しいです。お笑い芸人じゃなかったんだって言われたんですけどお笑い芸人じゃないです。高校生の時の夢は、私はね高校生の時はね本当に何も考えてなくて、大学生になってから仕事やりたいこと決めようって思ってたから、まさかこうやってアイドルになれて嬉しいし、そうびっくりしてるそう可愛い引っ越し屋さんだったね、嬉しい、ありがとう照れちゃう、やばい、めちゃめちゃ私よそ行きの感じじゃない？大丈夫ですかね、喋れてる？はい。そして初めてのステージ覚えてますかっていうことなんですけど、初めてのステージ私ねめっちゃ覚えてるます。もう正直全然緊張してなくて、びっくりすると思うんですけど全然緊張してなくて、もう他のメンバーみんなもうやばい緊張やばいって言ってたんだけど、私だけもう全然大丈夫だよそんな緊張することないよ、あんだけ練習したんだからって言って、なぜか私一番新人の私があのメンバーを励ましてるという感じだったんですよ。そうその時ね、そうなの、なんかねやっと披露できるっていうのがすごい多かった。めっちゃ練習してたからすごく披露したくて、そうもうやっと披露できるなっていう気持ちでいました。そうでというかもう一番最初のステージより今のねライブの方がめちゃめちゃ緊張してます。はい、まあ、定期公演とか大きいライブも増えたし、この前の東京アイドルフェスティバルだったりとか、もう見てくれる人もすごいいっぱいになったし、ステージに上がってみないとねどういう景色が待ってるかっていうのがいつも分からなくて、結構実はね夢とかライブの前日の夢とかで結構あれなんかライブ失敗しちゃう夢とか、なんかあお客さんが3人しかいないとか結構夢を見るようになったんですよ。そうそうなの、意外ですか、意外ですか、結構ねなっちゃったそうステージに強い、そうライブでの奥ゆいちゃんの煽りがいい、嬉しい。今ねスタッフさんも聞いてるからね、今度ライブに連れてきてもらえるように頑張ります見に来てもらえるように。お、なんだってなんだって、お、待って、ファンの人にライブとかでこれをやってほしいっていうのがあればぜひっていうコメントが来てたんですけど、事前に質問でファンの人に、あ、ラジオネーム言うの忘れました、すいません初めて、ラジオネーム栗の木さんからファンの人にライブとかでこれをやってほしいっていうのがあればぜひ。私は、まあ、禁止のね会場とかもあるんですけど、私は奥ゆいジャンプをしてほしいです。まあ、推しジャンっていうと思うんですけど、奥ゆいのパートで結構私の応援してくれる方の名前が奥ゆい組というんですけど、奥ゆい組の人はめちゃめちゃ力強くて、多分私に似てるところがあるんじゃないかって思うぐらい力強く飛んでくれたり、そうあと黄色のねペンライトぶん回してくれたりとか結構盛り上げ上手だと思うんですよ。だからみんな本当にみんなのおかげでめちゃめちゃライブ楽しいので、これからも超超超超推しじゃん、奥じゃんを、もうね通称奥じゃんでいきましょう。はい奥じゃんしてください、お願いします。
嬉しい、ありがとう。初めてラジオネームの読んじゃった、ドッキドキ心の声が漏れてますね。はい、その感じで今まで奥じゃん奥じゃん、そうラジオしてる感あるね、だってやばい、もうめちゃめちゃ緊張してるあとはね、私家に、まあ知ってる人も多いと思うんですけど、太郎くんともずくちゃんという猫ちゃんが2匹いるんですけど、そう夏場は猫ちゃんとお家で何してるんですかってスタッフさんが質問くれたんですけど、まあ夏場は猫ちゃんもとても暑そうなんで、一緒にあの湯船に張ってないねお風呂で涼んでますなんか太郎くんの方がお風呂に入りたがるんですよ。そうこれ結構初出し情報なんですけど、お湯の入ってるお風呂も気になるし、お湯の入ってないお風呂にも入りたがって、一緒にね、私もね、あの猫ちゃん2匹と湯船に入るの狭いんですけど、頑張ってお湯の入ってないのに入ってますそんな奥ゆいのオフですね、こんな感じです。あ、ちょっと私またラジオネーム読んでいいですかはい、ラジオネームコロモさんから、奥ゆいさん、スタッフさん、こんばんは。ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいが始まってから初めてのアイドルパーソナリティですね。え、嬉しい、確かに。奥ゆいさんの所属する2位にはみんな仲良しなことで有名ですが、奥ゆいさんは小さい頃から複数人で行動することが得意だったのでしょうか。お、団体行動のコツを教えてほしいです、よろしくお願いしますとのことです。あ、なるほど。はい、2位に本当にね、みんなめちゃめちゃ仲良くて、もうお休みの日でもめちゃめちゃグループラインが動いてるぐらい仲いいんですけど、私はでも結構複数人で行動するのは得意だと思います。団体行動のコツっていうのは難しいなあ。でも私は結構性格診断とか最近するんですけど、優しくて協調性があるという診断が出るんですよなんかめちゃめちゃナルシストみたい、これって。そうだからやっぱり一緒にいる人の気持ちを常に考えてあげることですかね。あとはやっぱり常に笑顔とか優しい顔でいること、どうですかそう思いますか、みんな。どう、なるほど、これちゃんと答えになってるかなそう、そんな感じです。はい、ありがとう、嬉しい、たくさんコメントというか質問来ててめちゃめちゃ嬉しいです。はい、続きましてまたまた読んでいきたいと思います。ラジオネーム岐阜の神風さん、月刊エンタメで引っ越しのバイトに挑戦されていましたが、アイドル以外でやってみたい職業は何ですか。結婚結婚大結婚 LOVE 奥さん、初ソロラジオ頑張ってね、嬉しい、ありがとう奥ゆいのやってほしいコールがついにラジオでも登場してしまいました、ありがとうございます。私はね、そう引っ越しバイトをさせていただいたんですけど、アイドル以外でやってみたい職業は、私結構たくさん憧れている職業あるんですけど、まあ、これもね言ったことがあると思うんですけど、私は動物園の飼育員とかサファリパークとかの飼育員さんになりたいです。はい、担当したい動物は迷うんだけど、シマウマとかシマウマ担当したいです。私シマウマね、すごいね、見た目が好きなんです。なんかすごい可愛いのに凛としてない、そうシマウマ可愛い、馬も好きなんだけどね、そうあのシマが白に黒の入ってるのが可愛くてよく動物園で見るので、シマウマ担当させてくださいはい、ありがとうございます。ではでは自己紹介コーナーというか次に行きたいと思います。はい、この番組ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいを通して一番
ラジオが上手にできたメンバーには MBS ラジオでの冠特番のご褒美があるそうです。嬉しい。冠特番を誰がゲットするかはMBS ラジオのスタッフさんが判定してシーズン最終回で発表されます。だってちょっとスタッフさんお願いしますでもみんなもいっぱい盛り上げてくれてありがとう。はい、そしてここからはこちらのコーナー、ゼロか1か究極の選択。すごい、毎回効果音がめちゃめちゃ可愛い私ね、結構自分でやるぐらい究極の選択ゲーム大好きなんで、ここでやれてめちゃめちゃ嬉しいですはい、このコーナーは0か1かありかなしなのか、スタッフさんが用意した2つの選択肢を決断していくコーナーです。どんな選択肢があるのでしょうか。ではでは早速やっていきたいと思います。まず1つ目の選択肢、生活するならどっち。0、1日23時間太陽が昇っている世界。1、1日23時間太陽が沈んでいる世界。なるほど、これはちょっと私迷うんですけど、強いて言うならゼロの1日23時間太陽が昇っている世界にします。はい次、2つ目の質問、旅行に行くならどっち。ゼロ、辺り一面銀世界の南極。1、辺り一面緑アマゾン。さあこれどっちも結構行きたいんですけど、私はゼロの辺り一面銀世界南極にします。はい、お、みんなもいっぱい0、1ってコメントくれる、嬉しい。はい、次3つ目の質問、もらえるならどっち。ゼロ、めっちゃちっちゃい箱。1、めっちゃ大きい箱。私これ全部ゼロかもしれない。めっちゃ小さい箱です、ゼロの私は。はい、みんなもコメントいっぱいありがとう、嬉しい。ゼロ1結構分かれてるみんな。なるほどね、ゼロ1箱だけかってはい、置くとこねえしなはい、ということでね、3つの選択をしたんですけど、私ね、まず1個目の選択でね、23時間太陽が昇ってる世界にした理由は、まあ正直太陽日焼けもしたくもないんですけど、なんか太陽ないとやっぱりねきついし、私は結構みんなからニーニーの太陽的存在だよねって言われてるので、太陽は昇っててほしいのとあとは太陽がきつくなったら、まあ遮光カーテンとかで閉めればいいかなっていう現実的な考えでゼロの方にしました。みんな一緒かな、どうかな。あ、スタッフさんから、休みの日は外に出る、インドア。これね、私ね昔はめっちゃ外に出るのが好きだったんですけど、今は完全インドアになりましたもうお家最高で、やっぱり今の時代ね、 YouTube とかいっぱいスマホいじってます。もうね、みんなのツイートエゴサーチもよくしてるので気をつけてくださいねはい、それで2つ目の質問の、旅行に行くならあたり一面銀世界南極を選んだ理由は、なんかね、南極ならねペンギンいるかなと思ってさっき動物園の飼育員さんなりたいって言ったんですけど、ペンギンが可愛くて好きなんですよ。もうなんか可愛くないペンギンの映画とか見たりするんですけど、なんかちょっとペンギン見たいなっていう気持ちで南極にしました。みんな一緒？どう？オーロラも見たいな。あ、スタッフさんからまた、寒いのと暑いのどっちが得意？これはですね、私もね、どっちもね普通がいいんですけど、寒い方がいいですね私は。なぜかというとね、寒いのは、まあ、雪国育ちっていうのもあって寒い方がいいのと、あともう日焼けをしたくない、女の子だからメイク崩れが絶対嫌だ、そんな感じあとなんかライブしてたら汗かくしね、冬でもね。暑いのマジで嫌いだって、わかる、一緒だねみんな、結構みんな一緒だね次ね、3つ目の質問で、
もらえるなら私はめっちゃ小さい箱の方を選択したんですけど、理由としてはまあね、私ね、昔日本昔話で下切りスズメだっけな、なんかちっちゃい箱の方がいいの入ってたよねそう、なんかそれをね急に思い出した。なんか欲張ったらダメみたいなさ風潮あるじゃんあると思うんですよ。そうだからちょっと私は欲張らない方にした。何が入っててほしい、何が入っててほしい、これどうしようかな、応援してくれてるみんなっていうのもいいし、お金っていうのもいいですよね私は一応、いやでも下切りスズメで確か小判が入ってた気がする、小判にします小判入っててほしい、すいません現実的でごめんなさい。今欲しいものある、今欲しいものか、うーん、私ね結構欲しいものはないタイプなんですけど、ちょっと最近私はあれだね、スプラトゥーン3のソフトはいが欲しいですもうなんか謎になっちゃった。はい、じゃあ次に行きたいと思います。ゲームソフトだよ、そうだよ。はい、ここでなんと皆さんから送られてきたメッセージを紹介したいと思います。イエーイ、みんなたくさんメッセージありがとう、いっぱい来ててねびっくりした。ちょっと読んでくね。はい、ラジオネームゆいのいとちゃんかっこゆいてや大好きてやさん、もしも男だったら01ファミリアの誰とお付き合いしたいですか、その理由は。わあ私結構22の中でっていうのは聞かれることあるんですけど、01ファミリアの誰とっていうのが初めてで、もう皆さん素敵だからちょっと選んじゃっていいんですかっていう感じなんですけど、私は結構言ってることもあると思うんですけど、林夢さんお付き合いお願いします今告白しました、どうかな、成功したかなその理由は、もう林夢さんは本当に可愛い可愛いしスタイルもいいし、一緒に喋ってる時の元気で明るいノリのいい感じとか、なんか誰とでもなんか隔てなく喋れるところがすごい好きです、なんか好きです恥ずかしい、照れちゃう、ありがとうございます。はい、続きましてラジオネームコウスケって呼ばれたいコウちゃん、自分は7月に01のアイドルグループを好きになったんですが、未だに特典会で話すときに緊張してしまうときがあります。奥ゆいは緊張をほぐすために何かしていることはありますか。うわー、これちょっといい質問でも、私緊張は結構するんですけど、ライブ前とかその時はもう背中をね叩いてもらってますメンバーに思いっきり背中ボーンって叩いてもらうと気持ちが入るし、あとはね、でもその緊張も味わうかな私は。でも背中叩いてもらったりとかするのは結構効きます、おすすめだよ、ぜひやってみてねでも普段から叩くってね難しいけど、ぜひやってみてください。続きましてラジオネームワンタさん、奥さん皆さんこんばんは、ニーニーの頑張る姿を見ているとこちらも頑張ろうと励みになりますが、今年の夏とことん暑くて夏バテ気味な方も多いかも、元気印の奥さんにみんながもっと元気になれる秘訣を教えてほしいです。だって、なるほど、私がみんなが元気になれるコツ、でも私のね元気の源はね結構睡眠かもしれないです。もう本当に湯船は必ず毎日入って体を温めてからいっぱい寝る、そう、あとはね奥ゆいのね毎日ショールームを聞いてくれたりとかもっとね奥ゆいと会った時にみんなが元気になれるように奥ゆいも
元気を分けたいと思います。そう、あとなんか参考になるかな、日々の工夫ね。でも私はね、猫ちゃんを飼ってるからね、猫ちゃんの匂いを嗅いだりとかもするし、あとフルーツとか食べるとなんかみずみずしい気分になるよ。おすすめ、どう、答えできてから、おすすめです。はい、ではここで次のコーナーに行きたいと思います。はい、そしてここからはこのコーナーに参りましょう。押させてください、イエーイ。はい、このコーナーは私の最近の推しの良さを皆さんに分かってもらおうじゃありませんかというコーナーです。今から私の推しのいいところを3つ挙げてプレゼンしていきたいと思います。今回私が用意した推しはドゥルル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 ルじゃん、ブルーハムハムです。はい、知ってる人もね結構多いと思うんですけど、ちょっと本当に最近推しなの、めちゃめちゃ推しだから、もうこれは絶対紹介したいと思って持ってきました。しかもね、今日もね、あのね、ぬいぐるみ持ってきたの、だから後で YouTube で見てね。はい、あと検索知らない人はぜひブルーハムハム検索してみてください。そう、めっちゃ可愛いから、可愛いでしょ、どう。はい、ということで推しポイントをみんなに3つ紹介していきたいと思います。まず推しポイント1つ目、キラ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 、可愛いのに目に光がなくて顔がキョムってるところ、イエーイ。はい、なんかブルーハムハム私が好きになったのは、結構あんまりね可愛すぎるキャラクターっていうのがあんまり好きじゃなくて、実はなんか癖があるのが好きなんですよ、私。一癖ある、可愛い中にちょっとブチャイクなところとか、え、あんまり可愛くなくないっていうところが好きなんですけど、ブルーハムハムのね目をね見てみるとね、目にね全く光がないんですよ、こう黒いの、めっちゃ黒いの、良くないですか、複雑だって。虚無ってる、そう。そう、ただただ可愛いだけでは惹かれない感じ、そうなんです。だからみんなね共感してくれたら嬉しいな。はい、そして次推しポイント2つ目、キラキラキラ、お腹がポヨンポヨンで体型が丸いところ。このね、そう、ブルーハムハムを見てもらうとね、もうねポヨポヨなの、お腹もポヨポヨだし、なんか動いてるところ動画とかもブルーハムハムの公式ツイッターとかインスタに載ってるんですけど、もうポヨンポヨン、もう軟骨何も骨入ってないんじゃないかってぐらいポヨンポヨンで、このねもうふにゃふにゃ感というか、もうお腹が出てる感じがたまらなく好きです。やっぱプニプニしてるキャラクターいいよね。そう、みんなでねいっぱいねこうサワサワしたらわかると思う。そう、ボヨ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 可愛いです、おすすめ。続きまして推しポイント3つ目。はい、このブルーハムハムは4人兄弟なんですけど、みんなそれぞれ個性があって可愛い見た目をしているところです。はい、なんかねブルーハムハムはね、私もいっぱいぬいぐるみとかグッズ持ってるんですけど、みんな表情とか顔とかが違うんですよ、すごい可愛いの。だから私実は今日もブルーハムハムのガチャガチャやりに行ったりして、もうね何個も何回も回したくなるぐらい、みんなみんな可愛くて全部ゲットしたくなっちゃうぐらいハマっちゃう、もう超推しです。あとね、その音楽が好きな、音楽を食べる宇宙のハムスターみたいなキャラクターなんですけど、その音楽をね弾いてるところとか、ギターで遊んでるところとか、ピアノで遊んでる動画とかも可愛いから、みんな見てほしい。見てね、いつから推してるだって。え、私ねちょっと結構新規なんですけど、多分ね7月の末ぐらいかな、推し始めたのは7月の末ぐらいからこのブルーハムハムを推し始めました。今ではもう家にグッズがめちゃめちゃあるぐらいの推しになって、待ち受けとか LINE のスタンプとかも買えました。
そのぐらい好きです。かわいい。そう、最近でしょ。そう、家にある、あ、お気に入りグッズはっていうことなんですけど、え、お気に入りグッズはね、私まあキーホルダーとかカバンにつけるのもめちゃめちゃお気に入りなんですけど、最近前髪留めるクリップをゲットしたんですよ、ブルーハムハムので。メイクするとき毎日使えるから、毎日ブルーハムハムのことを思い出せるし、ブルーハムハムと一緒になって一体化してる感じがたまらなく好きです。幸せです。推しと一体ちょっと語りすぎたそのぐらい好き。いいな、だっていろいろグッズあるんだね。だってみんなも、お、買うって人もいる。お、成功した、これ推しを紹介するの。あ、ありがとうございますすごい、拍手出た、嬉しい。じゃあみんな分かってくれてますかね。ぜひね、みんなにも分かってもらえたと思います。はい、それではここで皆さんからの推しも紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、ラジオネーム毎日生きているさん。最近の推しはニンニクです。入れられるものには何でも入れます。周りからニンニク臭いと指摘されても構いません。ニンニクのためならある程度の犠牲は必要だと思っています。すごいな奥さんはニンニク臭い男ってどうですか。親や友達にニンニク臭いと言われるのは構いませんが、奥さんに臭いと言われるのであれば、ニンニク推しはこの瞬間にやめます。やばいやばい、お便りが来ちゃった。これニンニク推しなのにやめちゃうかもしれないぞでも私はね、ニンニク、私も実はニーニに入ってから好きになったんですよ。ニーニに入るまではニンニクは食べない。結構ね、私も匂いとか気にしてたのもあって、いや、ニンニクはトッピングやめとこうって言ってたんですけど、もう2位にみんな入れるから私も入れようと思ってじゃんじゃん入れてたら、私までニンニク女になったので、昔の私だとちょっとニンニクはーって思ったかもしれないんですけど、今の私はもうニンニク大好物なので、一緒にニンニクパラダイスしましょう推しやめないでね、ニンニク推し、ありがとうはい、そして、お、なんじゃなんじゃ、次、ラジオネーム、トウミさんからです。え？キラキラ。これ多分ね、本物だね。トウミ、ありがとう。ジュラジー、見てる？奥ゆい、ラジオお疲れ様。トウミだよ。私の足は、ムーミンです。働かながり、自称小説家がムーミンパパだったり、隣人の殺人容疑で、ムーミンママが、収監されたり、ちょっと、漢字読んでてるよね、これ。脱獄したりするシュールな世界観が大好きです。ハート。奥ゆうは好きなキャラクターとかいるんですか？ブルーハムハム以外でお答えください。どうぞ。やばい、これ絶対本物だ。放送楽しみにしてるね。この後も頑張って。ハート。だって、ありがとう、トミー。嬉しい。やばい、もうさっきブルーハムハムさ、答えたのも、やばい、分かってるね。メンバーすごいな。さすがだな。うわー、ちょっと迷うんですけど、私最近ミニオンにハマってて、あのミニオンですよ、最近映画やってるミニオンズフィーバーやってるんですけど、あのね、ミニオンのね、あのキュルキュルってウルウルってね、なんかいたずらというか、まあ怪盗だからボスに対して忠実というか、ボスを守るために頑張るところとか可愛いし、もうキュルキュルキュルっていう目も可愛いし、でもなんかふざけてるところとか可愛すぎて、あ、ぜひね、奥ゆい組のみんなも奥ゆいのことを守ってくれるミニオンズになってほしいです。これうまいこと言ったありがとう、トーミー、ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネームコウスケって呼ばれたいコウちゃんから。はい、ありがとうございます。自分は奥ゆいのことが好きすぎてたまりません。え、嬉しい。好きになってから1ヶ月半でイベントに行きまくって、ふと特典会で撮ってもらったチェキを数えてみたら70枚も撮ってました。嬉しい。正直びっくりしてます。それだけ奥ゆい沼にはまってしまったということですかね。自分は奥ゆいをずっと推し続けるので、ずっと推しでいさせてもらえませんか。ちょっとこれ切らんで終わりたいぐらい嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。みんなそうってコメントしてくれてる。ありがとう、みんなも。ずっと推しでいさせてもらえませんか。だって
ずっとあなたの推しでいさせてください。キラン、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしい、ありがとう。いや、私めっちゃ画面越しで照れてる。はい、続きましてちょっと次のコーナーに行きたいと思います。みんなありがとう、いっぱい。以上、押させてくださいでした。はい、ということで、なんと私奥ゆいがお送りしているゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいが、そろそろ、あ、違った、ごめんなさい。皆さんからいただいたメッセージを紹介したいと思います。みんなメッセージもたくさんありがとう、本当にいっぱい来てたの。ラジオネームスバルさんから、学生時代は優等生だったという奥ゆい、一番得意な教科は何でしたか。はい、私は社会が好きでした。はい、結構歴史上の人物とかに憧れとか、こういう人になりたいとかいうのを抱くことが多かったので、結構私ね、影響を受けやすいんですよ。だからすごい歴史上のかっこよかった人物とか見てました。好きな歴史上の人物は、あー、これ私自由研究でこの人をめちゃめちゃ研究したっていう人がいるんですけど、まあ有名な徳川家康さんを自由研究で、多分小学校3年生か4年生の時にめちゃめちゃ分厚い紙で研究しました。でも、あの、正直今覚えてません。ごめんなさい、徳川家康さん、本当にすいません、あの頃は好きだったんです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネームゲテンペーティアさん、ラジオ DJ 奥ゆい、こんばんは。いつも番組楽しく聞いております。アイドルとしてもラッパー、ドラマーとしても活躍しているということで、 DJ 奥ゆいの推し曲を教えてください。ちなみに私の推し曲はブルーハーツのリンダリンダです。おー、推し曲ですね。いやー、これでも私はね、結構ちっちゃい頃から音楽ずっとやってきたから、いっぱい好きな曲あるんですけど、あー、これは迷う。ちょっとじゃあ、まだあんまり言ったことないやつ言いますね。マイケル・ジャクソンさんのスムーズクリミナルです。はい、マイケル・ジャクソンさんの曲は私エレクトーンを習ってたんですけど、エレクトーンで弾いたりとかするぐらい好きで、スムーズクリミナルは特に好きですね。かっこいい、うん、好き。カラオケの1曲目何歌う？スタッフさんからの質問です。カラオケの1曲目か、私大体ね、でもね、結構最近カラオケの1曲目、あの、ニーニのフェイトが入ってるんですよ。なのでニーニのフェイトを歌って喉を鳴らしてから、自分の曲で喉鳴らしてから他の曲を歌ったりしてます。そう、自分の曲があるのって嬉しいよね。みんなも歌ってください、ぜひ。はい、続きまして、ラジオネーム社畜さんから、奥ゆいさん、こんばんは。もうすぐ夏も終わりですが、今年の夏は蚊が少ないということもあり、僕はまだ蚊に刺されていませんということで、先日献血に行ってきました。そこでたくさん血を抜いてもらったわけです。そしたら、なんとすごくすっきりした気分になり、なんとなくストレスが緩和された気がします。ところで、奥ゆいさんも現代社会に揉まれ、ふむふむ、ストレスにさらされているのではないかと察します。奥ゆいさんはいつもどうやってストレスを解消していますか？あればぜひ教えてください。なるほど。すごいね、ストレス緩和されたんだ、血を抜いて。私はね、ストレス発散か、結構私ストレスを感じないタイプだから、逆にね、危ないかもしれないんですけど、結構私はね、多分何かしないと落ち着かないってなった時は、ネットショッピングで物を見たりとか、あとは普段あんまりしない料理をしたりとか。でも結構私お買い物することが多いかもしれないですね、ストレス発散。そう、お買い物をして、なんか可愛いお洋服とか化粧品を買って、自分がこれでもっと可愛くなるかなとか、そう、多いかも。あ、得意料理はスタッフさんから。得意料理か、でも奥ゆいはね、黄色担当もありカレーが好きなんですよ。そう、カレーを作ると匂いでも楽しめるし、食べても美味しいし、元気も出るし、パワーも出るし、カレーをよく作ります。あとはまあ簡単な炒め物だったり
すいませんがそんな感じですはい、続きましてラジオネーム気まぐれメガネくんは褒められたい。この間ゼロイチファミリア褒められたいで卵焼き対決があったと思いますが、自分のお家の味として思い浮かぶ料理はありますか？また森田さんに何か食べてもらう機会があったらどんな料理を作りますか？だってはい、私のねお家の味は、あでも本当に私卵焼き大好きでした、お母さんの。あとはお母さんの握る鮭おにぎりがすごく美味しくて、鮭とあのね昆布、味付け昆布を一緒に混ぜて作ってくれるんですけど、そのおにぎりが美味しすぎて、それが私の家庭の味ですね。森田さんに私が何か作るとしたら、うわーちょっと褒めてもらえるか心配なんですけど、最近ちょっと豚汁とかを作るのにハマってるので、豚汁を作って胃袋をつかみたいですはい、つかめるかなね、そうはい、続きましてラジオネーム秋葉さんからです。おきゆいちゃんこんばんは。暑さも少しずつ和らいできて夏の終わりが見えてきましたが、この夏の間にやり残したこと、あやりたいことややり残したことはありますか？お忙しい日々が続いていると思いますが、お体に気をつけて活動してください。応援しています。ありがとう。やり残したことやりたいことか、正直私結構夏はね本当お家でこもってるのがやりたいことなんですけどでも私なんだろう、結構遊園地行きたかったですまあ結構行ったんですけど、あのもう超絶叫がある遊園地とか、あとはいつかね海外の超絶叫遊園地に行きたいですね。グアムとかハワイとか行きたいです。連れてってくださいお願いします。じゃあこんなところで、はい、みんないっぱいコメントやメッセージありがとうございました。なんと私おくゆいがお送りしてきたゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。悲しい、なんか出てきた、すごいはい、来週のパーソナリティはババババンビの高梨るいちゃんが担当します。わー、そして来週のコーナーは私の今目の前にあるサイコロを振って決めたいと思います。はい、決めていいですか？あ、じゃあちょっと1が、サイコロの1が出たら食レポ何を食べているでしょうという企画、食べてる音や食べた感想だけでリスナーの皆さんに何を食べているのか当ててもらう企画です。サイコロの2が出たら押させてください。今日私がやったやつですね。最近の推しを徹底プレゼン、リスナーの皆さんに推しの魅力が分かってもらえるのでしょうか。3が出たらただただ褒められたいだけのコーナー、自分の褒められたい話題をご紹介、リスナーの皆さんに褒めてもらう企画です。サイコロの4が出たら私的ピックアップニュース、最近あった注目のニュースをピックアップニュース風にお届けする企画。5が出たらファミリア劇場、リスナーの皆さんから送られてきたシチュエーションをもとにスタッフさんが用意した演じ方を決めて演じるものとなってます。サイコロの6が出たら私奥ゆいが1から5の中から決めたいと思います。なんとねまだやってないのがね3だけらしいです。そう、ただただ褒められたいだけのコーナーね、3ちょっと当てたいけどな。じゃあちょっとサイコロを投げてみたいと思います。それでは行きます。行け、サイコロ3出ろ、パーン。あーすいません、皆さん5が出ました。あ、でも5めちゃめちゃいいんじゃない？5が出たのでファミリア劇場、リスナーの皆さんから送られてきたシチュエーションをもとにスタッフさんが用意した演じ方を決めて演じるやつをるいちゃんにやってもらいます。これ結構いいんじゃない？マルピがやって照れてた。あ、マルピ見た。私絶対これじゃなくてよかったと思いました正直ちょっとごめんなさい。るいちゃん、高梨るいちゃんはどんなラジオになりそう？でもるいちゃんも本当に私よりずっと毎日ショールームをしてて、
でもね、結構喋り方がすごくまったりでめちゃめちゃ癒し効果があるので、私とは違ってとても癒される配信になると思うので、私も寝る前に聞いて寝落ちしたいと思います。はい、じゃあ次回のコーナーは5番のファミリア劇場に決まったので、るいちゃん頑張ってください。頑張れ。はい、それではメッセージはラジオトークの番組ページにある質問を送るのボタンから送ることができますので、いつでも送ってきてください。ということで、ここまでおよそ45分、お、結構ぴったりの生配信でしたが、私ちょっとすごいね、配信の前とっても緊張してて、何回もちょっと読み直しの確認をしたりとかしてたんですけど、でもめっちゃね、みんなコメントがすごいたくさんで、もうすごい盛り上がったラジオになったのではないかと。読み方大丈夫だったかな、ちょっとみんな教えてね。そう、またね、私話すのがすごい大好きなので、またこうやってラジオで話せたらとっても嬉しいので、絶対またラジオ出たいです。はい、ちなみに今日の様子は YouTube チャンネル 01TV に映像付きでアップされます。イエーイ。今週土曜日の18時に更新されますので、作業中などに何度でも聞いていただけたら嬉しいです。あ、スタッフさんからこの後ショールームやるの？だって、そう、さっきね、待機中結構スタッフさんとショールームの話もしてたんですけど、この後ね、ショールームでちょっとみんなと反省会か、またもしくはみんなとショールームで褒めてもらえるのか、そうしようね。したいと思います。ぜひ初めて奥ゆりのこのラジオを聞いたよって人もショールームでも遊びに来てくれたら嬉しいです。待ってます。イエーイ。はい、またね、二次会ですね。しましょう。それでは皆さん、01ファミリアはラジオでも褒められたい。ここまでのお相手はニーニの奥ゆいでした。皆さんバイバーイ。皆さん、今日はゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい奥ゆい編を見てくれてありがとうございました。もう正直、まあ喋るのは得意だし好きだからなんとかできるかなと思ってたんですけど、ちょっと噛んじゃったりとか、結構スタッフさんに目線で助けを求めたりとかしてたんですよ。このぐらい緊張してたんですけど、みんなコメントで盛り上げてくれたりとか、質問も本当にたくさん来てて、本当は全部読みたいぐらいなんですけど、本当に本当にありがとうございました。もうまたラジオでお話できたりとかしたら嬉しいので頑張ります。バイバイ、ハムハム。